皆さんご機嫌いかがですか？次郎丸です。今日は草刈り機、刈払い機の替え刃、風神カッターっていうのを使ってみました。きり丸ナイロンコード風神カッター、軽量 180g フリーコード構造。 180g ってかなり軽いと思います。でここが動くようになってて、障害物に当たったらコードが引っ込むというか隠れるっていうような構造になってます。早速どんなんか開けてみましょうか。説明書にも障害物に当たれば障害物を跳ねることなく、この円盤の陰にコードが隠れるっていうような、そういう説明が書いてます。このコードは市販のナイロンコードが使えるので取り替えが楽ですね。さっと差し込むだけでナイロンコードの交換ができます。こういう感じで回るんですね。こっち側が着地面。じゃあ早速取り替えていきましょう。この前使ってた、ナイロンカッターも具合良かったんですけど、ちょっと経済的なことを考えるとナイロンコードを交換できる方がお得かなと思います。刈払い機の取り替え方ですが、時計方向にひねります。いわゆる逆ネジってやつですね。時計方向にひねることによってネジが緩むと。でこれが一般的なナイロンコード。こういう感じで穴に差し込んで、で使います。これがね、太い茎とかに根元の方で当たるとかなり抵抗があるんですけれども、今度のこのカッターは先っぽしか出ていないので、根っこの方に茎を引っ掛けるっていうことがないので、その分抵抗がなく使えるのかなと。市販のナイロンコードと同じ長さですが、半分に折ってあるので2分の1で、円盤の先に出ている部分だけで切っていくっていうことですね。でつけてみましょう。あ、裏、これは裏ですよ。そう、この方向でワッシャーでかましてずれないように。ワッシャーをかまして、今度は時計逆方向に締めていきます。左回りですね。時計逆方向で締まる。もう気持ち締めておきましょうか。あんまり締めすぎると今度外れなくなります。無理やり外すとシャフトが折れたりしますので、締めすぎ注意ですね。じゃあエンジンかけて切っていきましょう。大きい方の画面はビデオカメラを固定して、ちっちゃい方の画面はおでこに GoPro をつけて撮りました。うまい具合にシンクロしてますね。でね、軽い、とにかく軽いですね。操作感がすごく軽くて、チップ層よりもよっぽど軽いんです。でナイロンコードもまあ軽いんですけれども、ナイロンコードはさっき言ったように根っこの方で太い茎捉えるとずしっとね抵抗感がくるんですけれども、これは根っこの方が円盤になってますので、そのままスパスパ切っていくということですね。ちょっと早送りします。とにかく軽かったですね、作業性は。ただ切れる感じっていうのはさすがにチップ層にはかなわない。スパスパスパっていうわけにはいかないですね。やっぱり切れる感覚っていうのはナイロンコードです。ただデコボコとかね、小石に当たった時の抵抗感っていうのは本当なくって、石跳ねもなくって、これは安全に使いましたね。ちょっと太いところも行ってみましょうか。割と難なくこなしてます。もうじき茎の太い泡立ちそうとか、なんか菊みたいなよくわからない菊系の茎の太いのが生えてるんですけど、それもね意外と切れました。こんな太い雑草も結構切ってくれます。やや斜面になってて、土をえぐりながら切るようなところでも石跳ねもなく安全に作業できました。まあ、ナイロンコードが取り替えれるっていうのが経済的でいいと思います。また太いところへ来ました。太い木もちょっと引っかかりましたね。太い雑草も切り倒していきます。ということで、これはなかなか愛用品になるんじゃないかなという、風神カッターっていう会話でした。本当に軽く切れていくので助かりました。じゃあこれぐらいで一回エンジンを止めましょう。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。この動画への高評価、低評価、コメント、そしてチャンネル登録の方もどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。